どうも皆様こんばんは、すすです。今回はですね、初心者がまず覚えた方がいいことについてやっていきたいと思います。初心者の方はまず最初に何をすべきだと思いますか？こういうゲームにおいて、こういう何ですかね、エイムの練習だったりとか、こうクラフトの練習だったりとかだと思ってますか？それは、正解であり、不正解でもあります。まず最初に覚えないといけないのは、まあ、皆さんパッドだと思います。基本は、まあ、マウスの方もいると思うんですけど、まあ、そういう方々が最初に覚えないといけないことは、左スティックと右スティックのこの動きの滑らかさを上げるっていうのをまず最初に覚えないといけないことなんですよね。これがなんで覚えないといけないかっていうのが、初心者のよくある共通の動きが左スティックしか動かない。例えばこういう木を刈るときでも、なんかこんな感じで打つときも、全く左スティックが動かないんですよね。まあ相手が止まってるなら全然これでいいんですけど、でも基本的に初心者が多いのは全部左スティックで賄おうとしてる方が多いんですよ。でも実際に戦ってる最中に使うのは、エイム合わせるとかは全部右なんですよ、こっちのスティックで。こっちの左スティックはもう本当にもうまっすぐ進むとか、まあ、移動ぐらいにしか使わないんで、正直重要なのは、まあ、移動しながらエイム合わせるときとかだと、両方の、感度というか、まあ、この同時にスムーズに動かせるかっていうことです。まあ、とりあえず練習法としては、ここら辺をなんかこういろいろぐるぐるしながら、これをヒットマーク狙ったりとか、この何ていうんですかね、ずっとその両方同時に動かせるように、まあ、とりあえず鳴らした方がいいですね。エイムとかはまあ別に、まあ後々練習はできるんですけど、ぶっちゃけこれをまず覚えないと、エイム云々の前にまず、まあ、ダメって言ったらダメですけど、基本的にエイムはこの後についてきます。この後、こっちの後、こっちのエイムがグダグダっていうか、この両方の動かし方がグダグダだと、まずエイムも、なかなかうまくいかないです。正直そんなに合わないですね。上手い人とか見てて思うんですけど、見てる人は多分、まあ大体自分のところで弾いてるのは大体有名な人とかみんな見てると思うんですけど、木買ってる時って こんな感じでやってないですね。なんかこんな感じでなんかちょっとぬるぬる動かすっていうか、まあエイムするときもそうですけど、大体なんかみんなこうぬるぬるやってないですか。でそんな感じで、上手い人は共通してもう全部もう感覚として分かってるんですよね。こっちの右スティックと左スティックのやっぱこの同時動かし、正直やってて多いのが、見てて、いろんな方の配信見るんですよね。ライブだったり動画だったり、やっぱりその初心者ですって言ってる人の共通の動きが全部左スティックだけで、敵を撃つときに右スティックを全く動かさない、木を切るときも全部棒立ちというか、この左スティックだけでこんな感じでやってるとか多いので、まあ、その最初に覚えるべきことは、まず、右スティックと左スティックの、同時操作を慣れる、これに尽きると思いますので、ぜひ皆さん最初に練習してみてはいかがでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではこれからも動画を作っていきますので、その時はまたチェックのほどよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあの。